皆さん、こんばんは。こちらは、ドンナイの放送局の日本語のニュースでございます。国会議事長、国会事務局長の V1 君氏は、昨日、テーマ別の管理や市中議について、第4期会会合及び第5期国会初めから第4回目期までの不足の決定義の能力に関する国会適用 期間の待機検査内容をまとめた報告書を発表しました第4期国会の任期中及び第5期国会の任期始めから第4回か期までに21の分野に関連するテーマ別注管理と質疑に関する有権の決意がありこのうち国会が配慮し何度も モニタリングを実施した複数の分野も含まれます。クオンシー政府や最高自民法院、最高自民検察院国家監査の報告書は国会決議の内容に厳密に従っているとし、達成された結果、実証におけるいくつかの制限と不十分さ原因を 予約し、今後の継続的な実証のための具体的な解決策を指摘したと述べました。道南省と委員会のウィン・ハム・ルン委員長は、先ほど12月30日の省内の余裕なブロジェクトと事業の完成促進に関する決定 大戦394号に、サダメータ、常任委員長メンバーと、運営グループメンバーの任務フランニー内容を、モリコーダ・コンダ、中期第85号に、シソメシ発行しました。ジタワテーシ委員会事務のホー・タンスン副委員長は、省内の主要プロジェクトと実施を 担当する運営監視チームの責任者に任命されました。連委員長は地方におけるプロジェクト、交通・建設・プロジェクトを監視し、保障を予定通りの実施を綿密に中席するための特定の任務を各自治体のリーダーに割り当てました。これは重要な任務の一つであるため、 その任務を割り当てられた各個人部門地域はこれらから経験を学びそれによってコミュニケーション優勝生産とビジネスの促進人々の向上の創出中への動キを生み出し迅速な回復と持続化のなさか経済的発展にもつながります。 文章は先ほどティンサーコの道つのふとに対しコンテナ船の受け入れを強化する文章を発行しました2030年までティンサーコの貨物取り扱い量は約1190万トンから1380万トンとなることを目指しています。 既存の海上インフラを有効に活用し、港湾都市開拓の効率を向上させることを向けて、1つ目の封筒は上流側で2万トン級コンテナ船、下流側で負荷軽減のための4万5000トン級コンテナ船を受け入れ、2つ目の封筒は上流側で3万トン級コンテナ船、 下流側で負荷軽減のための2万トン級コンテナ船を受け入れ、3つ目のふとは負荷軽減のための5万トン級コンテナ船を受け入ることは許可を受けるということです。昨日、国連のアトニオグレッテ事務議長は、風での滞成線の 近畿優勢を強く打っているためにガザは子供たちの墓場になっているますと述べましたユテレス事務所長は報道人に対しイスラエルの治療作戦と継続的な砲撃は民間人、病院、難民、キャンプ、モスク、キオカイ、イスラエルの施設を 攻撃して国連は避難所も含んで誰も安全ではありませんと述べました。運営するガザ地区の保健と記憶は、ハマスがイスラエルの攻撃で同地区でこれまで1万22人,人が殺害され、うち4104人は子供だと発表しました。ハマスははガザは 子どもたちの墓場になっていますと言いました。毎日何百人もの少女や少年が殺されたり、不足したりしています。国際機関は、病院は不足者を受け入れることができず、炎臓がもはや十分ではない中、食料ときれいな水が不足していると述べています。 イギリス政府はストラキを実施・実的に制限する鉄道など重要な分野で法案を公式・公発表しました。新法は7月中に可決された最低服務法に基づくストラキを発生しても鉄道労働者 救急隊員国をエンチスキルに一定レベルの含む維持を要求します。新法は年末までに施行される予定でしたが、最低レベルのサービスを返すことは実行不可能であり、ストラー危への強来と考え、労働組合の反対に直面しています。 ご清聴ありがとうございました。